ボートレース下関の正月特選第1レース予選競争シーモ戦開始です。なお第1レースはクジラの一撃様によります冠協賛レース大当たりの神様用とタイトル付けられています。対戦メンバーは1号艇大井清樹、2号艇上村慎太郎、3号艇藪内瑞希、4号艇重富慎也、5号艇桐田淳二、6号艇三松直美、以上6名です。1,2,3,4,5,6 の枠なり作戦待機行動。人気1号艇大井清樹1コース。さあ、年またぎのこのお正月特選2020年最初のカード、そして勝利者となりたいのは人気の大井清樹で陰線。2コース2号艇上村慎太郎、3コース3号艇藪内瑞希、4コース後方角は4号艇重富慎也、5コース5号艇桐田淳二に大外6コース6号艇三松直美です。枠なり3対3、お正月特選シリーズ4日目第1レース予選競争シーモ戦。スリット付近は向かい風旗の動きです。進入インコースから1番2番3番4番5番6番スタートしていきました。あまり差がないスリットになっています。さあ、1号艇の大井も先に回る体勢は築くという形。2号艇上村の差し、そして外は3号艇藪内、あとは5番6番4番が相次いで旋回ですが、さあここは1号艇の大井が逃げて、2番手は2号艇上村と3号艇の藪内の攻防ですが、外から抑える3号艇の藪内、ただ抵抗2号艇上村、スタートは前提正常でした。2号艇上村が内から先に運ぶ、ちょっと詰まって交代、この間一気に2番手は外から3号艇藪内、1、3、2、1番、3番、2番、レースは2周目、1号艇大井トップ、5、6艇身リードがあります。2番手3号艇藪内、そこから3、4艇身差の3番手に2号艇上村です。あとは金さんの4番手内から6号艇の三松がやってきますが、2号艇上村が外からかわしに行く。さあ、6号艇三松が食い下がって定間わずか1停身くらいですが、2号艇の上村が若干優勢で1、3、2、6号艇三松がほとんど差がなく推奨、後方は少し離れて4番5番です。2周にマーク、1号艇大井トップ、2番手3号艇藪内、3番手は2号艇の上村がさ、また少しリードを取ってまいりました。3番手は2号艇上村が3停身4停身リードを取って、今度は2番手3番手が接近戦、1停身半くらいの差。1号艇大井は独走態勢トップで最終1マーク、2番手が3号艇の藪内、そして3番手から2号艇上村がちょっとここも詰まって、また6号艇の三松が再度3番手争いに持ち込もうとしております。3番手2号艇上村守るか、あるいは6号艇三松逆転となるかというところで、2番手は3号艇藪内、4号艇身リード、最終ターンマーク1号艇大井トップ、2番手3号艇の藪内、3番手は2号艇上村に対して6号艇三松の差しですが、どうやら2号艇上村かろうじて守るか、1着1番大井五輪、2着は3番藪内五輪、3着2番上村五輪、あとは6番4番5番の順で五輪。第1レース確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着2番、以上です。ボートレース若松パイナップルナイター日刊コム杯、今日の9レースまでが予選となる本日シリーズの3日目迎えた予選特勝第7レース、枠なりに作戦待機行動始まりました。1号艇は山口の大井清樹、2号艇三重の黒崎達也、
3号艇三重の松尾満、4号艇岡山の浜崎純也、5号艇福岡の富永太一、6号艇は徳島の瀬能達也です。ゆっくりと1コース入ってくる1号艇大井清樹、ここ高枠味方に押し切るか注目期待は集まりました。隣に2コースからプレッシャー与えるのが2号艇黒崎達也、ドリーム3着を含むオール3連帯マーク、現在3位対準優高枠をかけた戦いです。準優ペース、3号艇松尾満が3コースから引っ張った4コースが4番の浜崎純也、5コース地元5号艇富永太一、6コーススタート武器に大外から戦います6号艇瀬能達也。特賞第7レース枠なり3対3インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。第7レース踏み込んだスタートは6号艇瀬能、伸ばしていくのは2号艇の黒崎、さあ大外から仕掛けていく6番の瀬能に抵抗した2号艇の黒崎、刺してくるのは3号艇の松尾満、大外からまくった6号艇の瀬能が先頭です。その後ろ2番手は3号艇松尾満、追走する2番の黒崎、5番の富永、スタートは前提正常でした。後ろにマーク6号艇の瀬能達也が取って折り返します。2番手が3号艇松尾満、上位2艇は6番と3番、その後ろ3番手に続くのが2号艇の黒崎達也です。レースは2周1マークの旋回、トップで旋回は6号艇瀬能達也、2番手が3号艇松尾満、3番手2号艇の黒崎の外握った5号艇の富永太一、さあバックスウェッジ、5番の富永が抜いた、3番手に上がるも巻き返してくる2号艇の黒崎達也、その後ろは4番の浜崎と1番大井の接戦となっています。西の2マーク、トップで旋回は6号艇瀬能達也、2番手3号艇松尾満、3番手2号艇の黒崎、5号艇の富永が競り合ってホームスウェッジ側、3番手は接戦のまま、レースはこれより最終周回です。予選特賞第7レース先頭は大外からスタート踏み込んで一気のマークイでした。6号艇の瀬能達也が先頭です。そして2番手が3号艇松尾満、3番手は2号艇の黒崎達也がリードも懸命に食い下がる5号艇の富永太一、さあ5番2番並走、3着は5番の富永か2番の黒崎か、残すターンマークはあと1つとなっています。ラストターンマーク、トップで旋回は6号艇瀬能達也、2番手3号艇松尾満、3番手5号艇の富永、2号艇の黒崎、第一接戦となっています。3着は5番か2番か、まもなくゴール、まずは先頭で6番五輪、3番五輪、2番と5番、5番と2番は接戦で五輪、4番五輪、1番五輪、以上前提五輪しました。第7レースの確定は1着6番、2着3番、3着5番、なお3着4着の着差は約30センチ、3着4着の着差は約30センチでした。シリーズ初日穏やかな競争水面上、続いてはどうなるなると特賞第2レース、対戦メンバーは1号艇大井清樹、2号艇宮野仁、3号艇浜本幸、4号艇栗山茂弘、5号艇三島誠司、6号艇坪口達也、
以上の6選手が争います。インコースに構えていくのは1号艇の大井清樹です。絶好枠人気を集めています1号艇大井、隣2コースには2号艇の宮野陣です。初日は1回走り2号艇宮野、3コースは3号艇の浜本勇樹です。前節への木工事が優出したモーター31号機を手にしました。4号艇の栗山茂弘、4コースの角、5コースには5号艇の三島誠司です。ピストン2個とピストンリングを4本、そしてシリンダーケース交換しました。6コースには6号艇の坪口達也です。枠番通りの3対3進入、インコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。3号艇の浜本、4号艇の栗山、センター勢いいスタートか、内から伸ばしていきます。1号艇大井、2号艇の宮野、1周1マーク、1号艇の大井逃げる、マークリンってのは3号艇の浜本、マークリザス、5号艇の三島、内さらには4号艇の栗山、バックストレッチ3号艇の浜本先頭です。4号艇栗山、5号艇の三島が2番手争い、2号艇宮野、1号艇大井、6号艇の坪口が続いてスタート正常でした。1周2マーク、3号艇浜本、2号艇宮野、内からも4号艇の栗山と5号艇の三島、ホーム直線コース、4号艇の栗山、そして5号艇の三島、4号艇の栗山2停止半とリードを取って2番手です。3番手が5号艇の三島と2号艇宮野の争いです。2周1マークの旋回、5号艇三島、2号艇の宮野、3番手争い、バックストレッチへ5号艇の三島が打ち、外は2号艇の宮野、バックストレッチに入って1停止2停止リードを取ったのは5号艇の三島です。5号艇の三島が3番手、2停止から3停止差で4番手が2号艇の宮野、2周2マークの旋回です。3号艇浜本、4号艇栗山、そして5号艇の三島、もう一度定冠差を詰めようとするのは2号艇の宮野ですが、ホーム直線コース、5号艇の三島、4停止5停止とリードを取って3番手です。3番手取り切っている5号艇の三島、最終周回1マーク、トップ3号艇の浜本、そして4号艇の栗山、5号艇の三島で最後のバックストレッチ、上位体勢は3番4番5番の体勢です。好スタートを決めてまくっていった3号艇の浜本、ラストターンマークの旋回です。4号艇の栗山が2番手、そして3番手5号艇の三島で最後のホーム直線コースへと戻ってきます。後輩と決着です。先頭は3番の浜本ゴリ、4番栗山、5番三島ゴリ、2番宮野、6番坪口、1番大井ゴリ。第2レースの確定は1着3番、2着4番、3着5番以上でございました。6号艇の三村岳とは一人手段離れていきました。水面上はドキドキなると第3レースの一般戦です。なお第3レースは引き続き安定版を使用します。対戦メンバーは1号艇大井清樹、2号艇山下光大、3号艇三浦祐樹、4号艇伊藤正義、5号艇桑原優、6号艇三村岳と以上の6選手が争います。インコースにゆっくりと構えていきます1号艇の大井清樹です。昨日の前半戦は3コースから差し切ってシリーズ2勝目を挙げました。1号艇の大井が人気を集めています。隣2コースには2号艇の山下光大です。5日目は2着2本としました。今日は1回走り、3コースは3号艇の三浦祐樹です。4コース角には4号艇の伊藤正義、
5コースは5号艇の桑原優です。4号艇伊藤と5号艇の桑原今日の準優メンバーです。6コースには6号艇の三村岳人です。6号艇の三村新しいプロペラに交換しました。3対3です。進入インコースから1番3番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。1号艇の大井いいスタート。さらには2号艇山下、3号艇の三浦内枠勢、1周1バーク。1号艇の大井が逃げる。2号艇山下の差し外、3号艇の三浦、最内からは4号艇の伊藤、バックストレッチ逃げる1号艇の大井、2号艇山下伸ばしてきます。2号艇の山下の差し入ってます。2号艇山下、1号艇の大井先頭争い、4号艇伊藤、3号艇三浦、5号艇の桑原、6号艇三村が続いてスタート正常でした。1周2バーク、2号艇山下、1号艇の大井、ホーム直線コース先頭は2号艇の山下、4艇進5艇進リードを取りました。1号艇の大井が2番手、3番手は4号艇の伊藤、3号艇の三浦が迫ってきます。2艇進2艇進挟んで4番手、2周1マークの旋回です。4号艇の伊藤が3番手、3号艇の三浦が握ってきます。握っていった3号艇の三浦、差を詰めます。4号艇の伊藤、3号艇の三浦、2周目のバックスレッジ、3番手争いとなっていますが、判定進1手進リードを取っているか。4号艇の伊藤、外では3号艇の三浦で2周2マークの旋回です。4号艇伊藤、3号艇の三浦、3番手4号艇の伊藤、ホーム直線コースに入って4艇進5艇進とリードをつけて単独の3番手です。一瞬差を詰めました。バックストレッチ、差を詰めたのは3号艇の三浦ですが、4番手で最終周回1マーク、先頭は2号艇の山下、1号艇の大井、そして3番手は4号艇の伊藤が取り切っています。4号艇の伊藤、3号艇の三浦を振り切ってバックストレッチ単独の3番手で上位体制決しています。ただ1番4番の体制です。ラストターンマークの旋回です。2号艇の山下、そして1号艇の大井、最後のホーム直線コースへ、3番手は4号艇の伊藤です。まもなくゴールを迎えます。先頭は2番の山下5塁、1番大井、4番伊藤5塁、3番三浦、5番桑原、6番三村5塁。第3レースの確定は1着2番、2着1番、3着4番、以上でございました。フロンメーター、それでは第5レースが始まります。予選競争第5レースの開始を迎えています。並びは現在枠なりとなっています。対戦の6選手は1号艇山口の大井清樹、2号艇長崎岡本太、3号艇兵庫稲田浩二、4号艇愛知の太田牛尾、5号艇地元北井群馬の高山秀夫、そして6号艇は近畿兵庫から松下直也、以上6メンバーの対戦です。スタートまで1分を切りました。陰線1号艇の大井清樹、ここは人気の一角。昨日はセンター戦5着でありまして、今日は終盤の11レースとの2走です。2コースに2号艇の岡本太、昨日は6着3着、そして力量上位3コースには3号艇の稲田浩二、昨日は前半のレースはセンター戦で3着ではありましたが、ドリーム戦は5着でありました。角に引っ張った4号艇太田牛を、5コースから5号艇の高山秀夫、開幕カードを制したのはこの人。最アウト6号艇の松下直也、昨日の第7競争は陰線残しての2着でした。すんなりと枠なりの3対31分進からオレンジの12秒進へと今バトンタッチされました。開催2日目中盤戦の攻防は予選競争第5レース、枠なりの3対3、進入体系は定番通り、並びの方はインコースから1番2番3番4番5番6番の体系で今スタートいたしました。
スリット通過後、若干3コースから3号手がのぞこうかという体勢でありますが、1周1マークへと向かう先行争いでありますが、インカーによる体勢は1号艇、さあ3号艇が外前に行きました。内側のから今度は2号艇が差していく、最内側から5号艇も切り込んでバックストレッチ向こう正面でありますが、陰線を仕切ったのは1号艇の大井京キリードの方は現在リテーシン半ぐらい、2番手追走でありますが、つけ前観光3号艇の稲田、内をついて5号艇地元の高山、その後は2番6番4番向こう正面から2マークの旋回、スタートの方は前提正常です。1号艇が下げ合い体勢、5号艇を生かせまして3号艇が冷静に差しのハンドルで単独2番手に浮上、上位の体勢は1番3番5番の体勢となってレースはこれから2周目です。後方向かって2番6番4番という体勢ロード系前を通過しています。リードは3停止半となりました。1号艇の大井清木、2番手追走は3号艇の稲田浩二、3番手5号艇の高山です。1番3番5番後方は2番6番4番という体勢で向こう正面それぞれ定間が空いてまいりまして、4番手争いが接戦となってきました。最後方から追走4号艇の太田牛尾、トップと2番手の定間は4停身ぐらい、2番手と3番手の定間も同じく4停身弱となっています。 1,3,5,4 番手争い、内6号艇の松下、アウト2号艇の岡本、最後方4号艇太田という体勢です。1番3番5番の体勢固まって大胆マークを旋回、レースはこれから最終周回と入ります。ここは陰線を押し切って1号艇の大井清木、2番手追走3号艇稲田浩二、3番手には5号艇地元の高山です。1番3番5番相変わらず4番手争いは接戦、6号艇松下と2号艇岡本並んでいます。最後方追走4号艇の太田牛尾という体勢、1、3、5の体勢でバックストレッチ向こう正面です。2連単の 1,3 の組み合わせは 4.4 倍、これは2番人気、3連単 1,3,5 これは3着1番つくところでありまして 26.9 倍を示しています。後方向かっては6番2番最後方4番向こう正面中間点からラストマークの旋回へと向かいます。1号艇の大井清樹、この後の第11レースは3枠で登場です。2番手追走3号艇の稲田浩二でありますが、この後の第9レースでありますが2枠で登場、 1,3,5 の体勢、今一度1号艇の大井ゴールイン、2着3号艇の稲田ゴールイン、3着5号艇地元高山ゴールイン、後ろは6番2番最後方水が空いてしまいまして4号艇の太田牛尾、今6着でゴールインです。日差しが出たり隠れたりの水面上です。少し1マーク側は柳色の雲が広がってきていますが、2マーク側は青空のところも出てきています。ほんのわずか緩やかに追い気味の風が吹く水面上、残るカードはあと2つ、11レーススナッチ特賞の開始となります。飛び出してきた6艇、2マーク側目立った動きなくスタートまでは1分を切ったところです。枠なりの待機行動、地元下関大井清木1コースへ前半5着、この1枠でポイントアップを図りたいところ。2コース2番別府正幸も前半5着でした。前半の陰線しっかりと白星をものにした南雄介、3コース今日連勝をかけての登場、まだ2番の別府、3番南は船を横に流している状態、角市4番金子武史ここまで5着3本、日またぎで連勝中は5コース5番の小橋翔作、その連勝を3に伸ばすことができますか。大外6コース6番生田ハミネ、すんなりと枠なりの3対3、枠有利、地元大井に人気が集まりました。進入体系インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。スローゼ覗いたのはあと3人3人か、これは早いスタートです。1周1マークの旋回、ここは複数のフライング艇がどうやらありそうです。なおファンの皆様にお知らせいたします、この11レースは3艇フライング、2番の別府、5番の小葉、6番の生田、2番5番6番に関する投票権はすべて返還となります。2番5番6番の3人はフライング返還欠場です。まあ、なお一部不成立となる掛け式がございます。お手持ちの投票権はどうぞご確認の上大切に大切にお持ちになっていてください。
現在水面上に残っているのは3艇、先頭4番金子、2番手3番南、3番手が1番の大井清樹です。4番3番1番の上位体系、3艇での競争でレースは2周に幕を回ったところ、先頭4番の金子、2番手3番南、3番手が1番の大井、3艇での競争、最後の1マークへと向かっていきます。なおこのレースは2番の別府、5番の小葉、6番の生田、2番5番6番の3艇フライング変換欠場でございます。2番5番6番に関する投票権はすべて変換となります。なお不成立となる掛け式がございます。お手持ちの投票権どうぞご確認の上、大切に大切にお持ちになっていてください。3艇での競争ラストターンマーク、先頭4番金子、2番手3番南、1番大井が3番手で間もなくゴールです。先頭4番金子ゴール、3番南ゴール、1番大井ゴール、なお2番別府、5番の小葉、6番生田、いずれもフライング変換欠場でございます。第11レースの確定は1着4番金子武史、2着3番南雄介、3着1番大井清樹、以上でございます。離れ飛び出したのは2番の藤川利史、本番は見事にインドリ成功ということにこのまま行くとなりそうです。風向きがやや追い気味から対岸からの風に変わってきました。その風は少し弱まってきて 2,3 メートル前後です。準優勝戦前の一勝負、今日最後の一般戦9レースの開始です。スタートまで1分を切りました。コーピット離れからインダッシュは2番の藤川利史、本番は1コースゲットです。船を向けます。2番藤川の陰線、1コースでの戦いは2日目以来です。その2日目の陰線2着、本番ではコース奪われる形となった地元下関、1番大井清樹が2コース、その後ろで船を横に流す3番の樋口亮、前半は展開ついて今節初の船券から右着、2対13スロー水域は並び変わっています。ダッシュ性は定番通り、山口亮4コース角、前半0台スタート2着、藤崎さゆり5コース、そして坪内みのる6コース、インコースから2番1番3番4番5番6番スタートしました。2番藤川遅れてしまいました。ダッシュの3人揃ったスタート、2コースから1番の大井がじわっと出ていって、まずは先に回る、しかし内側で立て直す2番の藤川、真ん中からは4番の山口亮上がってきますがどうか、先に攻めた1番の大井か立て直す2番の藤川か、2人の争い、スタートは前提正常でした。内側へ先を引っ掛けてこじ開けてきた2番の藤川、1周にマーク、先に回るところ1番大井反撃、ここは差しがしっかりと届いています。大井が先頭に上がって、その後ろ2番藤川2番手、中枠2人、2人の両の3番手争い、内3番樋口亮、外4番山口亮、中枠両者3番手争いです。レース2周の1マーク、3番手先に回る3番の樋口亮に対して4番山口亮、内をつきますがここではわずかに届かず、3番樋口亮3番手、それでもまだ差は僅差、追い詰める4番山口亮、
この間に先頭2番手両者は差が広がりました。一番多いが先頭で迎える2周2マークの旋回です。2番藤川2番手、3番手今度は外に活路を求めた4番の山口ですが、これは幾分流れ気味、内側で3番樋口亮、そのアドバンテージがじわりと広がります。1番2番3番後方は現状4番5番6番と定番順の構想で最後の1マークへと向かいます。1番多い2番藤川と回って最後の1マーク3番手しっかりと3番の樋口亮が守っています。2連単1、2の組み合わせ 3.6 倍、3連単1番、2番、3番の組み合わせ 10.8 倍のオッズ。コースこそ奪われましたが、先頭1番の大井清樹、ラストターンマークトップで旋回、2番藤川2番手、2人の両の3番手争い、最後は幾分4番山口差を詰めましたが、3番樋口大成有利、先頭1番大井合輪、2番藤川合輪、3番4番の順で合輪、5番藤崎合輪、ラスト6番坪内合輪。第9レースの確定は1着1番大井清樹、2着2番藤川俊文、3着3番樋口亮、以上でございます。江戸川のゲットソースカップシリーズ4日目の戦いは第8レース予選競争を迎えています。対戦メンバーです。1号艇山口大井清樹、2号艇東京山本英史、3号艇愛知八木春樹、4号艇香川大熊達也、5号艇群馬長谷川満、6号艇愛知忽那孝輝、以上6選手です。陰線1号艇大井清樹、2コース2号艇山本英史、現在得点率は第6位、今日は内枠の2走でポイントアップを図ります。周り足は良好です。3コース3号艇八木春樹、3手船を引いていきます。4コース角1 4号艇大熊達也、出足を中心に船足は良好。5コース5号艇長谷川満、前半は道中追い上げての3着でした。6コース6号艇忽那孝輝と決まります。人気は1号艇大井、2号艇山本、内枠の2人に集中しています。南風4メートル、上げ潮30センチ、ホーム側追い風追い潮です。スタートまでは10秒切ります。8列予選競争、進入体系内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。ラッシュ勢好スタート、6コース6号艇忽那がトップスタートを切っています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇の大井、差し2号艇の山本、続いていく3号艇八木、内側から4号艇大熊、アウトコースに5号艇長谷川でバックストレッチ、先頭を仕切った1号艇の大井、リードは3艇進、2番手争いはインコース4号艇大熊、アウトコースに2号艇の山本、2艇進後方3号艇の八木、スタートは前艇正常です。1周2マーク、2番手争いは内側から4号艇の大熊、アウトコースに2号艇の山本、内から3号艇八木でホームへ取り返しています。先頭独走1号艇の大井、レースは2周目、2番手4号艇大熊わずかに優勢ですが、内側から3号艇の八木、アウトコースに2号艇山本、さかなく5号艇の長谷川、2周の1マーク、2番手は4号艇大熊が振り切っていく、差しを狙って2号艇の山本でバックストレッチ、その内側からは5号艇の長谷川が定冠詰めています。先頭独走1号艇の大井、2番手4号艇大熊、さがなく2号艇山本、5号艇の長谷川が続いていまして、レースは2周の2マークです。2番手争いは内から2号艇の山本が先取っていく、差し返して4号艇大熊、5号艇長谷川でホームへと折り返しています。
レースは最終周回です。先頭1号艇の大井、2番手争いインコース4号艇大熊、アウトコースに2号艇の山本、2艇進行方5号艇の長谷川が追走です。3周の1マーク、内側から2番手2号艇の山本で最後のバックストレッチ、2番手に2号艇の山本、一定審査3番手4号艇の大熊、上位の体型1番2番4番、3艇進行方に5号艇の長谷川、大きく離されて3番6番、最終コーナーです。トップで1号艇の大井が旋回、2番手2号艇の山本、3番手4号艇大熊、内から5号艇の長谷川、方面取り返しまして間もなくゴール。先頭1番大井降臨、2番山本降臨、4番大熊降臨、5番の長谷川、3番八木、6番忽那降臨です。以上8レース予選競争でした。今日は冷たい雨が降っています。競争水面、風はほとんどなく静水面です。気温は8度。今日も昨日から引き続き冷え込んでいます。ただいまからモーニング戦第2レース、メンバーは1号艇山口大井清樹、2号艇広島船岡陽一郎、3号艇広島三宅健太、4号艇福岡宮田正勝、5号艇長崎山口哲司、6号艇福岡落合潤、以上のメンバーです。内から1、2、3、4、5、6、1号艇の大井清樹、昨日はレーンに絡むことができませんでしたが、行き足伸び足 E54 号機生かしていきたいところです。陰線2号艇の船岡陽一郎、キャブレターを交換しています。3号艇の三宅健太、 S 級の14号機、昨日は逃げて白星スタート、引っ張って4号艇の宮田正勝、 S モーター66号機、昨日は陰線三笘のまくり出しを許しての2着、5号艇の山口哲司、こちらも高パワーモーター12号機、6コース6号艇の落合潤、キャブレターとキャリアボディを交換しています。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第2レース、1番と3番がわずかに好スタート。さあ1周1マークの攻防は、まず1号艇の大井が逃げていく、3号艇の三宅が逃げる、2号艇の船岡が差し込んで、さらに4号艇の宮田の差し、この差しが入っていきそうです。エースモーター66号機伸ばしていく4号艇の宮田、スタートは全体正常でした。4番と1番並んできました。そして3番では5号艇と2号艇がラップ、一周にマークは4号艇の宮田が先に回る、差し返しは届きません、1号艇の大井です。3艇進後ろになりまして 4-1 の体系、後方3番手の水は2号艇と5号艇は並走状態続きます。レースはこれから2周目です。2周1マーク、4号艇の宮田がトップで回って、1号艇の大井清樹2番手、そして3番手争いから先行する2号艇の船岡陽一郎が前に出ます。単独の3番手に2号艇の船岡陽一郎浮上、上位体系は 4-1-2 となりました。3艇進後ろになって5号艇の山口哲司、5番手が3号艇の三宅健太、最後方が6号艇の落合潤です。2周2マーク、4号艇宮田、1号艇の大井、3番手2号艇の船岡陽一郎とホーム側です。先頭から 4-1-2、 レースはこれから最終周回、4コースからの差しがスルスルと届いてきました。さすがエースモーター66号機です。一周にマーク振り切って単独のラップ、4号艇の宮田、そして1号艇の大井清樹、惜しくも2番手です。そして3番手争い振り切ったのが2号艇の船岡陽一郎、
上位の体型は4番、1番、2番です。この組み合わせ3連単のオッズは 37.7 倍を示しています。最終コーナー4号艇、1号艇、2号艇と折り返し、第2レースまもなくゴールを迎えます。先頭4番ゴールイン、1番ゴールイン、2番ゴールイン、5番3番ゴールイン、ラスト6番ゴールインです。第2レースの確定は1着4番、2着1番、3着2番以上でした。予選2日目の G3 傍聴交通杯争奪戦、水面は穏やかなコンディション続きまして、予選競争8レースを迎えます。コース争いは動き出てきました。ピット離れで遅れました5番の山の内、6番の白石が回り込んでという体勢になっています。スタート展示ではコース取れませんでした6番の白石ですが、本番では動いて果たしてどこまで取れるかというところですが、まだ横に流しています。内枠勢もホームストレッチ側へと移りました。1コースが1番の大池清樹、現在ターンマーク横の位置です。前半6着大敗から、ここは絶好枠で挽回できるかというところ。スロー勢はどうやら枠番通りで、2コースに2番の渡辺武郎、3コース前半タッチスタートでした3番の竹重裕介、そして外2人が入れ替わる形で4コース角圧勝します4番の大谷直弘。前半逃げて勝ちました4番の大谷、そして今日2日目のドリームメンバー6番の白石武史が5コース6コースに5番の山の内正人で5、6コースの並び変わりました。8レースの予選競争スタートまで10秒を切りました。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。やや目立ったのは5、6コース1コースも差がなく1番の大井、1番の大井がまずは逃げ展開、3コースから3番竹重まくり届きません。内をついては4番の大谷、真ん中ついた2番の渡辺届きません、6番の白石も届きません。ここは1番の大井が逃げました。2番たらすいに4番の大谷上がってきた、アウトコース3番竹重をかわします。さらに内から5番の山の内、スタートは前提正常でした。5番の山の内が2番手強引に先に回りましたが、2人の差しが入る4番の大谷、3番の竹重、2番たらすいは4番大谷が一定進歩のリード、時計前ではへさきかかってきたインコース3番の竹重、2番たらすいはこの2人、4番手に5番の山の内が外から追う展開、2周の1マーク、さあ内から突っ込んでいくのが2番の渡辺ですが、これはかわされています。そして3番竹重の内をついて4番大谷が刺してきました。2番たらすい続きます、4番大谷がインコース、今度は内から4番大谷がわずかにかわしていきます。先頭1番の大岩独走で2周2マーク、さあ後ろから今度は内をついて5番の山の内やってきた、しかしこれはかわされています。2番たらすい4番大谷と3番竹重、この2人の争い続きます。わずかにインコース4番大谷が一定進リード、そして後ろから内をついて5番の山の内がもう1回差を詰めています。さあ今度は3人の争い、内がやってきた5番の山の内、これを4番大谷、3番の竹重と2人とも外を回ってかわす展開。さあまだここは2番手は4番の大谷、一定進リード3番の竹重、その後ろは3定進差4番手5番の山の内です。3連単の1番4番3番では 20.3 倍、先頭1番大岩独走、2番手最後は4番の大谷のリード広がりました。そして3番竹重、3番手は守りきります。先頭1番大井五輪、4番大谷五輪、3番竹重五輪、5番山の内五輪、
2番渡辺五輪、6番白石五輪。第8レースの確定は1着1番大井清樹、2着4番大谷直弘、3着3番竹重雄介。以上でございました。最終日の G3 傍聴交通杯争奪戦、横風が中心の水面状況となってきています。一般戦の第5レースを迎えました。コース争いはスタート点に同様早速動き出てきています。回り込んできました4番の白井、ターンマーク牝馬1番の大井とともにホームストレッチ側に移ります。その後ろに2番の野間がつけています。さあどうやらスタート展示と同じ並びで決まっていきそうです。スタートまでは1分を切りました。予選では2勝をマークしました。1コースが地元下関の大井清樹、2日目この陰線馬逃げての勝利でした。1番の大井1コース、スタート展示と同じく2コース奪いました。惜しくも準優3着でした。地元三陽小野田の白井英治が2コース奪って3コースには2番の野間大樹が中段位置。前半戦まくり出して勝っています2番の野間です。後ろ船引いて4コース角1は3番の山口隆。ここまで 1,2 コースでの2着は最高3番の山口、5コースに5番の渡辺俊介、こちらもここまでは2着が最高。3日目勇み足の後もスタートは切れています。6コースに6番の堀本和也、進入体系はインコースから1番4番2番3番5番6番です。スタートしました。スロー算定はまずまず揃ったスタートになりました。1周1マーク、1番の大井が逃げ展開、内をついて4番白井、白井が刺してというところ。先頭争いは2人、1番の大井が逃げる、内をついて4番の白井、その差1点心、先はまだかかっていません。スタートは前提正常でした。その後ろ3番手は2番の馬、内から3番山口の争いで2マーク、1番の大井が先頭で迎える、もう1回内をついて4番白井、白井が追い詰める、少々外膨らんだ1番の大井、内から4番の白井、今度はへさき、完全にかかりました。ここで並びました。インコース4番白井、アウトコースに1番の大井、3番手争いからは2番の野間が抜け出してきまして2周の1マークです。4番の白井ここで突き放す、1番の大井離されてしまいました。内をつきましたが届いていません。先頭2番手ここで3点心と差がついて4番の白井が逆転です。上位3艇は4番1番2番で2周の2マークとなります。4番の白井が先頭でホームストレッチへ、2番手が1番の大井、3番手は2番の野間で、その後ろ4番手とはこの辺りでは3点審査、少し4番手から3番山口が差を詰めています。後ろは6番の堀本5番手、最後方に5番の渡辺水槽で最終周回です。4番の白井、そして2番手1番大井と最後のバックストレッチ、3番手ちょっとこの辺りでは3番山口は振り込んでしまいまして3番手との差が大きく開きました。3番手は2番の野間、だいぶリードは広がっての最終ターンマークとなります。2連単は4番1番の組み合わせ 2.6 倍ノッツ、3連単は4番1番2番の組み合わせ 8.2 倍ノッツになります。先頭4番白井五輪、1番大井五輪、2番野間五輪、3番6番の順で五輪、5番渡辺五輪。第5レースの確定は1着4番白井英治、2着1番大井清樹、
3着2番野間大輝。以上でございました。ボートレース下関最強覇者結成10周年記念、今シリーズ7日間のロングラン決戦となります。初日オープニングカード第1レース予選競争はシーモ戦、本番も5号艇品川外で 1,2,3,4,6,5 作戦待機報道です。さあ今追い風が強い中でという戦い迎えようとしております。人気は高枠1号艇大井清樹で1コース、2コース2号艇杉本陽一、大井の相手としてはセンターの2人注目で3コース3号艇小林隆弘、そして4コース4号艇岡本翔太郎は1回走り、本番も5コース伺う6号艇田中博之、こちらも1回走り、そして大外6コース5号艇品川日華です。ダッシュ3手今後方下げていきます。今シリーズは最強覇者結成10周年記念というところで、地元山口支部の若手を中心に結成された最強覇者、そんな中地元勢が数多く参戦しておりますが、ここはオール地元は山口支部による対戦。第1レース予選競争はシーモ戦です。3対3、追い風強いというコンディションの中でインコースから1番2番3番4番6番5番スタートしてきました。バラけたスリットですが、人気の1号艇多い好スタートを決めています。スリットが4コース4号艇岡本若干覗いてはいきますが、1号艇多いの逃げ、サス2号艇杉本で外は3番、あとは465というところですが、2号艇杉本の差しが入っています。1号艇多いに対して1停身優勢、2番手に1号艇多い、そして3番手に2停身差、4号艇岡本後方365、スタートは前提正常でした。2号艇の杉本が差しから主導権を取ります。そして2番手は1号艇の大井で、3番手争いは4号艇岡本に3号艇小林接近、さあ3番手は3号艇小林が4号艇岡本を捉えに行きます。2周目上2艇は抜け出して2番1番、3番手は内3号艇小林と外4号艇岡本の攻防です。2周1マーク2号艇の杉本がトップ、2番手1号艇大井、3番手は3号艇小林先に回ります。さあ6号艇田中を待って刺して4号艇岡本遅れを取って、ここは3番手3号艇小林が5停身から大きなリード、213、2番1番3番です。4番手に4号艇岡本、5番手外6号艇田中、最後方に5号艇品川、2周2マーク2号艇杉本陽一トップ、2番手1号艇大井清樹、3番手は3号艇小林隆弘213、2番1番3番213でレースは最終周回です。追い風が強い中でターンマークマイペースに刺した2号艇杉本陽一、差しが入る形、1号艇大井清樹は少し1マークやはり流れ加減になってしまいました。そして3番手が3号艇小林隆弘、道中浮上の213、2連単21、36倍ちょうど、3連単213、89.7 倍を示しております。2号艇杉本陽一、3停身からリードを取ってトップで最終ターンマーク、2番手1号艇大井清樹、3番手が3号艇小林隆弘、213のままで第1レースシーモ戦は間もなくゴールです。1着は2番杉本ゴーリン、2着1番大井ゴーリン、3着3番小林ゴーリン、あとは4番、6番、5番と五輪。第1レース確定をお知らせいたします。1着2番、2着1番、3着3番以上です。